アッセンブル、こんにちは。どうも、エルライトです。はい、早速ね、動画始まったらランク戦からっていうね、謎の入りなんですけど、ちょっとね、説明させてほしいんですけど、本日はですね、この動画タイトルあると思うんですけど、エルライトチャンネルの今後についてちょっと話していこうかなと思います。というのもですね、最近僕不定期に投稿が続いてるんですね。ショート動画も声ありの動画も、ということなんで、もっと皆さんに見てほしいので、10月からですかね、もう曜日を決めて、この日は声あり、この日はショート動画みたいな感じで、もう皆さんにも先に報告してもっと見やすくしようかなと思ってます。そっちの方がね、この日は声あり動画なんだっていう感じで分かってもらえると思うので、そうしようかなと思ってます。でですね、今ランク戦やってると思うんですけど、声は後撮りで今撮ってます。この動画はただの報告動画なんで、背景ね、何しようかなっていうちょっと悩んだ挙句、まあランク戦1試合撮ってそれ流そうかなって感じで今流してるだけなんで、試合は今回の動画に全く関係ないので、気にせずね、聞いていただけると嬉しいです。では早速ね、本題に入りたいんですけど、さっき冒頭でも言ったんですけど、曜日を決めてこれから動画を投稿していこうかなと思っているので、その曜日とスケジュールについて、出していきます。はい、今多分編集で出てるのかな、出てると思うんですけど、月曜日火曜日はショート動画で、水曜日木曜日が声ありの動画で、金曜日土曜日はショート動画、日曜日は声あり動画っていう感じで、1週間やっていこうかなと思います。で、一個ずつ説明していくと、ショート動画の方はですね、まあ1日1本っていう日もあるとは思うんですけど、まあ本数はそこまで決めてなくて、多い時はもう5本6本1日で出していこうかなっていう感じで思ってます。で、声あり動画の方なんですけど、声あり動画は今まで通りガチャの動画だったり、このようなリアタイの動画、使ってみた動画などを、撮影しようかなと思ってます。あとこの日程なんですけど、あくまでも目安なので、例えば火曜日は普通はショート動画なんですけど、火曜日に更新が来てどうしてもこのガチャ引きたいんだよってなった時は、急遽声あり動画になったりする時もあるかもしれないので、まああくまでも目安です。ですが、まあ毎日何かしらの動画はもう10月からはありようかなと思っているので、ぜひね、見てほしいです。で、それぞれの動画の投稿時間なんですけど、まあ夕方の5時から6時ぐらいにあげようかなと思ってます。時間もね、決まってた方が皆さん見てくれると思うので、まあそのような目安で時間帯もこんな感じでやっていこうかなと思います。最後に一つだけ思ってること言って、それで動画終わりたいと思うんですけど、ここ半年本気でプロスピというゲームに力を入れて、本気で上を目指してリアタイをやっていきました。ですが、大会等でいい成績が残せず、現実っていうのを見せつけられてきて、正直なところ限界が来てるのかなと思ってきたんですね。で、今リアタイが上手なプロスピ YouTuber さんたちってたくさんいるじゃないですか。なので僕みたいに下手な人っていうのは参考にはならないと思うんですよね。じゃあこのエルライトチャンネルっていうあり方っていうのは何なのかなって思った時に、やっぱり一番はプロスピって楽しいよねっていうのをゲームをしながら伝えていくことが一番なんじゃないかなと思ってきたんですよね。なのでね、これからは皆さんがちょっとの時間暇つぶしになるように楽しくゲームをするっていうことをモットーに撮影していこうかなと思います。最後ね、ちょっと真面目に話してみたんですけど、ここ半年本気でプロスピをやって考えた結果なので、自分のね、心の中ではスッキリしています。はい、ということでね、今日は報告動画でダラダラと長く喋ってしまったんですけど、まあこのような形で10月からまた動画撮影やっていこうと思うので、皆さんよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価して、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。